こんばんは、パルシャクです。今日は東京駅北口近くの大手町駅の、地下迷宮からようやく出てきたところになります。僕が茨城に帰る特急まで40分ぐらいあるんですが、ちょっとその間時間潰したいので東京駅周辺、先ほどまで NSK に今日行ったメンバーと上村食堂でご飯を食べて、おトークも今日そもそもしてるんですが、30分一本勝負でこの東京駅周辺おトークしてから茨城に戻ります。で、今回は機材 ZV-E1 のみで行きます。OK、 撮り始めました。で、時間、22時13分、電車が40分後なんで、もう今から完全に30分のみです。で、あらかじめ説明しておくと、ちょっと概要欄に忘れずに貼っておきたいんですけども、ピクチャープロファイル参考にしている方が、海外の方かな、海外のクリエイターさんがいまして、それをあらかじめ設定している感じ。どうしよう、富士系にするか、あ、でもコダック系、いや、富士系にしましょう。富士系にして、ホワイトバランスはもうサボります。オート優先で、オート優先にして、あとはタッチシャッターオンにして、速攻モード、難しいね。中央充填にしようか。今回中央充填でいきます。ガンガン取っていく。ちょっとタッチシャッターもかなり使っていきます、今回。まあ、そもそも EVF がないんで覗くってことができないんですけど、ちょっと気軽に撮るというイメージを今回ちゃんと手になじませていきたい。でも、スマホ感覚っていうのがね、大事だと思います。だから ISO すんげー高いなと思ったら固定してた。あと ISO もサボディで、オート。やっぱりハイライトかな。でもなんかね、難しいんですよね。普段はもうモノクロの時のハイライトでやってる時そんなに気にならないんですけど、カラーのハイライトってね、めっちゃ目立つか、あと、なんだろうな、多分ね、結局 ZV-E1 の一番の弱点って計測系だと思ってるんですよ。どういうことかっていうと、まずオートホワイトバランス結構弱いです。やっぱりそのオミットされてる、センサーがオミットされてる部分があるので、そのあたりのオートにした時の設定が結構厳しい時がある。ハイライト充填もなんかやりすぎなんじゃないかっていうぐらい、ちょっとなんて言えばいいんでしょうね、色がてか、まあ、暗さがすごい目立っちゃう時とかもあって、なんかそこをね、ちょっとあんまりまだ追い込めてない気がします。というか、最近は特にやっぱあのダイナミックレンジ、 Q2 モノクロームのダイナミックレンジに結構助けられてるところがあるので、そこをねカバーしていきたい。もしかしてだけど、ブラックミストフィルターいらない？あ、ない方がいいな。まさしくやっぱりカラー写真を撮っていないのでよくわからないのと、あとはやっぱり別モノクロームのそのカメラとしての性能に助けられている部分が多分に多かったせいで、写真の腕がなまってます。大した腕はないけど、いや、いけるとこはいけるから、多分撮り方の問題。ちょっと栄子さん用に写真撮っとこう。今日なんかあのザ東京駅の風景見れなかったって言ってたんで、ちょっと現像でうまく撮れなかったところはごまかそう。ちょっとタッチシャッターの弊害であのガンガン間違って押しちゃってます。てか、間違って押すぐらいたくさん切っていこう。残り何分？今22分で、電車が53分でから10分、あと20分だな、多分。多分 Q2 モノクロの28とか、あの G レンズの 24mm に慣れすぎてて、ちょっと撮るときにその距離感で撮ろうとして、大
対象物に近づいちゃう癖がある。あ、でもこのスマホ感覚のタッチシャッターいいかも。さ、残り、まあ、27分。あと16分かこれ13分。なんだろう、黄色が残るときとそうじゃないときの違いは何？多分これ現像のとき色味修正しそう。一瞬で戻ってきた。あ、うわ、なんかあんまり納得できてないけど、ぼちぼち時間かも。34分。あと10分10分切ったか。いや、ちょっとタイムアップだな。多分もうあと5分ちょっとじゃ動けないから、タイムアップ範囲はちょっと E1 の設定とかあんまり集中できなかったことかもしれないけど、いや、これまたちょっとこの手軽に写真を撮るという E1 の使い方を見直すいい機会だったかもしれないです。まあ、ちょっとどんな写真が上がってるか、現像どうするか家に帰ってから考えます。Yeah, such a clapAnd I start to clap, cause I'm feeling good.